皆さんご無沙汰しております。今回は N 版のリアラダーにエレクターパイプを使ってキャリアを作ってみました。今回リアラダーにキャリアをつけたのは、冬の寒いキャンプの時にストーブを運べるようにしようと思ったからです。エレクターパイプはスチール製なので、部材を多く使ってしまうと重くなりがちです。今回は可能な限り材料を減らして軽く作ってみたのですが、それでもリアゲートを開けっぱなしにすることができないくらい重くなってしまいました。キャリアを作る点で重要視したのは、荷物の重さでキャリアが下に下がらないようにすることです。横方向のベースのパイプを支えるために、縦と斜めのパイプを固定しています。このパイプ同士をジョイントしているのはメタルジョイントを使っています。それ以外の枠の部分に関しては、軽量化するためにプラスチック製のものを使っています。パイプのエンドは雨が入らないようにキャップをつけ、上から流れてくる雨を抜けるようにしてみました。エレクターパイプには縦のパイプと横のパイプを固定する特殊なジョイントがあります。この他にも、通常のエレクターパイプよりも一回り大きいパイプを加える特殊なジョイントがあったので、ゴムを挟んで固定してみました。下から支えるパイプのジョイントはいろいろな角度に調整できてとても便利です。コンテナボックスを置くパイプには、滑り止めにウレタン状のスポンジを切って巻きつけています。ちょっとタイラップの処理が雑ですが、今後検討してみたいと思います。本当はあまりかっこよくないのですが、暗い駐車場でパイプに肩をぶつけてしまったので、反射テープを貼っています。いかがだったでしょうか。皆さんの参考になれば幸いです。それではまた。